はい、毎度芝でございます。私動画でですね、美味しいところ教えてくださいっていう動画を撮ってね、いっぱいもらったんですよ。でその中でも一つこれです。美味しいんで食べてくださいということで、ココイチのカレーココイチのカレーが美味しいって書いてたんでね、食べますよ。食べたことあるけど、これ美味しいですからね。あとなんか吉野家とかもあったよね。吉野家、いや、うまいよ、うまいんだよ。ちょっと、ちょっと待って、ココイチ、え、マジ、うわー、ココイチさん、ここにさスプーンが乗ってるはずなんだよ。ないんだよね、これ。うわー、これね、多分大丈夫、これでいきましょう。いつのか分からへんねんけど、マジっすか、そんなことあんの。はい、こんな感じでココイチのカレー美味しそう。分かる、これをね、かけちゃいますね。うん、あー、いいね、いいね。はい、ということでね、ココイチ、ココイチでございます。やっぱりね、安定のココイチですね。これが美味しいってね、コメントいただいたんで、クソシマも食べますよ、これをね。本当にどういうこっちゃ、全国にあるやないか。まあまあ、これもね、意見の一つなんでね、いただいていきますが、ちょっと食べたかってん、ちょっと食べたかってん本気でちょっと食べたかったん、海の幸カレーです。いただきます。はあ、美味しい。なんていうんですか、あー、うめっ。うん、やっぱりココイチうまいっすね。うん、うん、と思うんですけど、ココイチって多分ね、このお米を工夫してるんです。わかります、お米を工夫してるから、このルーと混じった時になんか、お米はお米でパラッとサラッとというか、なんていうかな、そんな感じになってね、すごいね、お米とは合うんすよ。うん、うん、うん、と魚介がいいね、やっぱり魚介が、アサリとか入ってるからね、アサリ見えへんか、見えへんかね、これイカ、イカ、イカ大好き、イカ大好き。うん、うん、うん、まあ、あのね、話戻りますね。まあまあ、今日ね、コメントいただいたんで、ココイチを食べることにしたんですけどね。ありがとうございます。美味しいです。確かに美味しい。ね。次、吉野家とか書いてたっすよ。ね。まあまあまあ、食べますよ。食べますよ。食べる。あと、飛行龍って書いてたっすよ。いや、あれは無理でしょ。てか、もうお店ないでしょ。まあまあ、いろんな方からね、もらってね、できる限りね、行きたいと思ってるんで、ぜひぜひね。皆さんのいいところを教えてください。はい、うん、チーズ入れるんやったな。うん、やけどよかった、あのスプーンがあって、これ美味しいよね。うまっ。今日あれなんですよ、3連休最後の日です。はい、月曜日なんですけど、今日からすごい僕忙しくなって、仕事がね、だから当分ちょっと動画を撮れないんです。うん、撮れない。で、筋トレもできへんから、筋トレはね、今日ね、怒涛のね、朝行って足しました。足。で、足して、で、ちょっと仕事時間空いたんで、また行ってね、また行って、背中と肩してしきました。で、さらにおまけで二頭もやってきたんで、胸以外全部やってきました。今日一日で。もうくたくたやからさ、このカレーむちゃうまい。うん、ジムで会う人に昼巻き取ったんで、休みの日に来るなんてほんま病気っすねとか言うとって、一日2回も3回も行ってる僕が一番病気やったっていうねしかも仕事前に。じゃあエネルギー補給にすごいわ。いか、うん、うまい。イカ最高です。もうなくなってきたね、だいぶ。今日ね、ちょっと、スーパー辛くしようと思ったんですけど、ちょっと、この後仕事やし、響くな、みたいな。ペロリンチョとかやろうと思ったんですけど、絶対美味しく食べたいな、俺。うん。これも、あれですね。全国どこで食べても同じ味ですね。どこで食べても、安定の味。ただ、全国どこでも、ないのは、スプーンを入れないお店。うん、そんまにスプーン入れてくれよ。あったからいいけどさ、まだ言うかみたいな。僕の恨みはひどいっす。うまい。
魚介頼んだっすけど、やっぱり王道はさ、やっぱハンバーグとかエビフライいいよね。エビフライ、うん、あとトッピングでイカやね。うん、うん、ごちそうさまでした。はい、ということでね、今日はココイチのカレーを食べました。ということでまたね、美味しいお店は本場に美味しいお店っていうのを教えてください。はい、いやココイチも美味しいよ、ココイチも美味しいんだけど、だけどね、そうじゃなくて、そうじゃなくて、ほんまにほんまにここうまいねんっていうところ、これネタでしょ。書いたんココイチ、ココイチ吉野家、あと何なんかあったな、チェーン店いっぱい、なんかネタでしょ。これからもね、ネタの方提供よろしくお願いします。ごちそうさまでした。